なたです。はい、ということでですね、今寝起きなのでちょっと顔が悲惨なことになってるので、ちょっとお見せするのはお見苦しいかと思って、今この状態なんですけど、今日は、朝の学校の行く日のモーニングルーティーンを撮影していきたいと思います。今日はちょっといつもと違って、ママが最近ね体調不良であんまり体が動けない状態なので、ちょっと今日は一人でいろいろね準備していきたいと思います。で、今なんかゆっくり喋ってるんですけど、ものすごく時間がないので本当に急ぎたいと思います。早速もう顔を洗いたいと思います。それではレッツゴー、ひなたチャンネル。これはアベンのウォータースモール化粧水の敏感肌用のやつですね。ちょっとつけるだけ。無印良品さんの化粧水をコットンに染み込ませます。あれ、基本洗顔は水だけ、化粧水で拭き取るみたいな。で、乳液ちょっとつけたら、今日の前髪の調子は、普通。はい、 OK。 今から軽く準備するんですけど、髪の毛とかやります。顔の保湿をさらに。これはアンブリオリスモイスチャークリーム、保湿クリームです。これね、めっちゃいい。なんか普通に化粧下地としても使えるし、保湿されるんですよ。めっちゃ白目なんですけど、でも塗ってみると実際にいい感じに馴染んでくれます。トロッともしてるし、サラッともしてる、どっち？いや、マジで本当に太りました。ガチでガチで太りました。本当に言っちゃうんですけど、5キロ太りました。なので言いたくないけど言った。うん、本当にやばい、マジで。結構今やばいですね。正月太りとかもあるし、受験生ってさ、勉強でさ、ストレスとかさ抱えちゃう、まあ、知らん間に抱えてるのかなと思うんですよ。私勉強って結構憂鬱だと思うんですよ。多分それのせいで、せいでとか言っちゃダメだけど、まあ、それで多分爆食しちゃったのかなと思います。ストレスってダメだね。もう今はしょうがないよねって感じだよね。みんなはもう無理しないように、ストレスは抱えないように、みんな十分今頑張ってるから。1年生に戻りたいな。中学めっちゃ楽しかった。2年生もまあそこそこ楽しかったけど、やっぱなんか勉強に追われちゃうよね。でも今なんすよ、頑張る時は今しかない。未来の自分のために頑張ろうって思ってけばいつか報われるから。めちゃくちゃ喋ってる間に髪の毛ができましたね。うん、なんか気に食わない。なんで、なんか自分だけしか分かんないと思うけど、その日その日によってコンディションが変わる。わかりましたか？わかりましたか？もう絶望で朝起きた時に自分の髪見た時。でも今なんかダイエットしたいなって思ってるんですけど、前ね断食ダイエットしてたんですよ。その時は効果はすぐ得られるけど、ほんと後から、だから私倍に太ったのかなと思ったんですよ。ストレスとかリバウンドとかもしちゃうと思うから、本当にご飯を抜いたり減らしたり、まあ、減らしたりは私はいいかもしれないけど、食べないっていうのは本当に良くない。だから私はすごいおすすめの YouTuber さんがいるんですけど、ななこちゃん知ってますか？皆さん美容に関することをいろいろ紹介してる人なんですけど、どんだけ私髪の毛触ってんの。めっちゃ
的に食わないじゃん。リバウンドしないダイエット法みたいなの見てめっちゃ勉強になったし、無理しなくてもいいダイエットで効果もちゃんと失敗しないせずに効果を得られるダイエットだと私は思ってて、そう見ただけでこれは確かに痩せるわと思って、ぜひ見てみてください。教科書みたいだもん。なるほどみたいな、めっちゃ思う。体型にね悩んでる子とかがいたらぜひ見てみてください。はい、ということで完成しましたので、制服は本当はここで着替えるんですけど、やっぱ見せられないので行く前に着替えたいと思います。じゃあ下に戻るかな。はい、お水お水お水、いただきます。1個してた？なんか猫じゃらしのここに置いて遊んでアピールしてるけど、今日は時間ないのでごめんね、さんちゃん、ごめんね。はい、ご飯入ってますね。お水も入ってるので大丈夫です。はい、トイレは相変わらず汚いですね。はい、片付きます。じゃーん、綺麗になりました。ご飯準備します。やばい、結構時間ない。はい、ということで、朝ごはん納豆卵かけご飯と、お味噌汁食いました。はい、ということで納豆ご飯とお味噌汁作りました。いただきます。おいしいです。味噌汁はお湯で溶かすやつで作りました。ご飯も冷凍のやつをチンして温めて、納豆と卵をかけただけです。ごちそうさまでした。めっちゃドアップめっちゃドアップ、バイバイバイ。やばい、時間ない、助けてみんな。はい、今から歯磨きします。ほら、はい、ということで歯磨き器ができました。はい、ということで着替えて準備ができたので、今日のモーニングルーティーンいかがだったでしょうか。ちょっとね、ドタバタでいろいろちょっと忙しかったんですけど、はい、ということで出発したいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ、行きます。